商品レビュー専門の GA です。皆さん、Bluetooth のヘッドホン、本格的なもの欲しくないですか？ビートが効いて元気なヘッドホンはいいんだけど、まあちょっと卒業しようかな。もうちょっと自然な音を聞きたい。大人な音が聞きたい。そうなると本格リスニング用でめちゃくちゃ高くなるかな。そう、その時に嬉しいもの、オースダム様から提供を受けました。こちら、シンプルなヘッドホンですね。これ、折りたたみができます。コンパクトですね。ただそんなことより音質は、音質非常にバランスがいいですね。確かにポピュラー音楽のビート、バスドラムとかベースの音、まあそんなに重厚感ないですね。重厚感ないんだけど、これが普通の音なんですよね。まあ持ち上げててブンブン言ってる音、それを標準だと思ってると、まあ物足りないなと思うんだけど、いわゆるリファレンス的な音、モニター的な音に近いですね。あとクラシック聞いた感じ、元気がいい音で、あのコントラバス、まあウッドベースみたいにピチカートじゃなくて弓で擦ってるもの、あれを聞くと、まあ、ほんとブーブー言いすぎるんですよね。そしてバイオリンとかトランペットとか他の楽器をなんか攻撃するみたいな、そういうところがあるんだけど、これはないです。コントラバスが鳴っててバイオリンとか鳴ってても明瞭に分離されてます。だからクラシック向けですね。クラシック向けというか、オールジャンルですね。ポピュラー音楽からクラシックまで、すべてこなせます。あとこれ操作、ボリューム優先ですね。プラスボタンを押すとボリュームが上がります。長押しすると曲起こり。だからプレイリストを作って、ボリューム調整の方をよく行う人、そういう人には嬉しいですね。プレイリストを作らずに、曲送りを頻繁にする、そういう人はちょっと残念かな。あとこれ優先接続もできます。昔のプレイヤーとか Bluetooth に対応してないものでも接続可能ですね。まあ、あとはヘッドホンアンプとか持ってる人、 Bluetooth で鳴らすより直結した方が音がいい場合がありますね。まあ場合があるというのは、この音いい悪いじゃなくて好みですからね。このヘッドホンアンプの音がいい、そういう人は Bluetooth を使わずに直接接続してください。ブンブン言って迫力ある音からちょっと卒業したいな。まあ、クラシック音楽とかもっとゆったり聞きたいな。もっと本格音質がいいな、そう思ってる人、ぜひホーナージャパンのオースダムのヘッドホン使ってみてください。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。